アマゾンミュージック×ナンバー、愛の魔法、渋谷に広がる音楽とコミュニティの融合。今日、渋谷を歩いていたら、なんと目の前でアマゾンミュージック×ナンバー、愛が流れている光景に遭遇しました。その興奮冷めやらぬ中、なんと言っても紫輝くんも一緒に登場していて、心から感動しました。これは最高の瞬間でした。夕方、デジ張りで紫輝くんに会ったことがあるのに、その情報を知らなかったなんて。 一体いつから流れていたんでしょうか全く気づかなかった自分に驚きです。でも、それがまた不思議な魅力なのかもしれませんね。そして、渋谷には紫輝くんの姿が2種類もあるんです。これはまさに、我らの王の快進撃が本格的になってきたサインと言えるでしょう。帰宅途中にはくたくタになりましたが、その興奮で一気に元気が湧いてきました。感謝の気持ちでいっぱいですね。 渋谷に立ち寄るたびに、紫輝くんの魅力が新たな角度から見えてくるものです。109の紫輝くんもしっかりと存在感を発揮しています。この素晴らしい風景、そして音楽の力で、渋谷がどんどん魅力的になっていく様子が感じられます。ナンバー、愛、そして紫輝くんの存在は本当に力強いですね。塚谷の場所でも同様の光景が広がっているそうで。 渋谷がこんなに彩り豊かな場所に変わっていくなんて、東京の魅力に驚嘆です。この都市のエネルギーは本当にすごいですね。そして、この素晴らしい光景をシェアしてくれた皆さんにも感謝の意を捧げたいです。インスタグラムやツイッターで見かけるような、デカデカとした写真や動画があれば、それはまさに興奮を共有してくれる仲間たちのおかげです。なおちゃん、この眺めは一体どこから見えるのでしょうか光へ それともスクランブルスクエアからこうしたコミュニティの力で音楽とイベントが人々を結びつけ感動を共有できる場が生まれています。これからも渋谷の街は新たな驚きや感動が詰まったスポットでいっぱいになることでしょう。素晴らしい瞬間を一緒に楽しんで感動を分かち合いましょう。ありがとう、渋谷。ありがとう、紫輝くん。そしてファン同士がこぞってこの素晴らしい瞬間を共有している様子も見逃せません。 SNS 上では感動の声や興奮のコメントが続々と寄せられ、ファンコミュニティが一体となって喜びを分かち合っています。そんな瞬間に巡り会えることが、ファン同士の絆を深め、特別な思い出になることでしょう。最後に、この驚きと興奮の瞬間を共有してくれたなおちゃんに感謝の気持ちを送りたいですね。その素晴らしいカクカクから、デカデカと広がる渋谷の風景と紫輝くんの存在が、まさに圧巻です。 なおちゃんのシェアによって、私たちもその興奮を分かち合うことができ、本当に嬉しい瞬間になりました。まさに、渋谷での紫輝くんの音楽と存在感が生み出す新たな体験は、街全体に新しいエネルギーを注入しています。これからも渋谷の街角には驚きと感動が待っていることでしょう。渋谷は常に進化し、その魅力をさらに広げていくことでしょう。ファンの皆さん。 これからも渋谷の街で素敵な瞬間に出会えることを期待していますね。